お、今日は靴履いてるの？うん、僕ね、おじいちゃんに教えてもらって靴ひもの結び方を覚えたの。すごいね。それ蝶々結びでしょ？うん、蝶々結び。それでね、蝶々だけだと寂しいかなって思って、いろんな虫の結び方考えてみたの。いろんな虫の結び方？うん。あ、なんだこれ。ダンゴムシ結びだよ。ああ、確かに背中の丸まった感じが出てるかもね。石をどけた時に、わーって出てきてゾグってする感じが出てるね。あとね。お、まだあんの？あ、なんだこれ。カマキリ結びだよ。ああ、確かになんか釜振り上げて、こっちにシャーってしてるね。誰かで構わず喧嘩吹っかける感じが似てるね。うん。このシャーって感じを出すのに2週間かかったの。2週間？すごい研究したね。あとね。お、これは何だろう。ティラノサウルス結びだよ。もう虫じゃないんだね。うん。カマキリ結びで見つけた結び方を使ったら、恐竜もできたの。すごいな。獲物狙ってる目してるもんね。これから食ってやるぞって気合があるよね。あとね。お、まだあんの？あ、なんだこれ。イソギンチャク結びだよ。イソギンチャク、ほんとだ。なんかゆらゆらしてて、きれいな水のとこにしか住めなさそうだね。うん。そんでね、いろいろやってったら、こういうのも作れるようになったの。お、次はなんだろう。あ、なんだこれ。なんか、地みたいになってるな。ん？のんのん、いつも遊んでくれてありがとう。さんさん。